はい、こんにちは。岩崎です。よろしくお願いします。さあ、今回、工事方程式最後だね。解と係数の関係だ。あれ、どっかで見たことありませんこの頭文字。KKK。これ、どっかで見たねこの KKK。はい、ここで見ました。解と係数の関係。はい。でも、前やったのは、二次方程式の解と係数の関係でした。 今回は、ほら、工事というのは3次以上って言ったね。特にこれ3次方程式の解と係数の関係について扱いますので。まあ、考え方は一緒です。でもちょっとやっぱりね、次数が1個上がってるから複雑になります。では、一つ一つ説明していきましょう。はい、こちらになります。3次方程式。AX3 乗足す b x 乗足す CX 足す D イコール0の3つの解アルファ、ベータ、ガンマとすると、アルファプラスベータプラスガンマ。 アルファベータタスベータガンマプラスガンマアルファ。アルファベータガンマ。これ。係数 ABCD を使って表せる。というのが、三次方程式の解と係数の関係になります。ちなみにこの3つの式ですが、これ3文字の対称式になってい3文字のしかも対称式の中でも基本対称式です。あ、そうそう。対称式っていうのは、はい。入れ替えても元と変わらない。例えばほら。 これ、どの二つを入れ替えても、アルファとベータ入れ替えても、ほら、ベータ足すアルファ足すガンマってしても同じでしょこれも、例えば、ベータとガンマ取り替えても同じ。これも、アルファとガンマ取り替えても同じ。どれを取り替えても同じなんで、対称式。それで、そういうものの中でも、最も基本的な三つ。一つずつのは、二つずつの積の和三つの積。っていうのが、三文字の基本対称式と言われるものになるんですね。この値を求め,求めておくことによって、 もうちょっと複雑な対称式の値を求めることもできるというのが結構問題では出てきます。では、まずほら、この右の辺書いてないじゃない。作りましょう。三次方程式の解と係数の関係。作成です。これ、今と同じように書きました。三次方程式これですね。丸1とします。3つの解を α、β、γ とすると、α、β、γ を解に持つ三次方程式。ってこうじゃないなんだけど、これ、 これと一致するようにする。つまり、この丸1はということにします。丸1というのは、これ、X3 乗の係数 A なので、ここ A。これに合わせてあげれば、これの解が α、β、γ です。この方程式だって解は α、β、γ ですよね。これが0または、これが0または、これが0だからね。そして、X3 乗の係数が A なんだから、この丸1とこの方程式は同じ方程式です。 だから、丸1はこのように変形できるというわけですね。はい、これちょっと展開しましょう。ちょっとなかなか大変ですけど、A 倍の、はい、前の2つ。はい、こうですね。で、さらにこれ1個ずつやっていきますよ。ね、こうやってン、べーん、べーんとね、1個ずつ。 一個ずつって全部やっていきます。はい。A 倍の。参りましょう。はい。こちら、x 三乗。はい。マイナス、これとこれで X 行きますね。マイナス、アルファプラスベータ x、プラス、ベータ、X。次にしプラス、アルファ、ベータ、X。はい。次。全部、マイナス、ガンマかけます。マイナス、ガンマ、X。はい。これ、プラスの、 はい。アルファ足すベータガンマ。X。はい。そして、マイナスアルファベータガンマ。i、はい、イコールゼロとなりますね。はい。そうすると、こちら、2次の項が、これが2次の項ですね。はい。そして、1次の項がこれかな。1次。これが1次ですね。はい。何もしてないのが定数項と3次の項です。では、行きましょう。展開します。 a x 三乗。これで三次の項が展開できました。で、これ二次の項は、マイナスアルファ X 乗、マイナスベータ X 乗、マイナスガンマ X 乗なんで、まとめてマイナス、カッコアルファプラスベータプラスガンマ X 乗となるが、A がかかるからこう。こうなりますね。はい。そして続いて一次の項参りましょう。一次の項は、アルファベータ X 足す、アルファガンマ X 足す、ベータガンマ X。 なので、はい。アルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファ X。だけど、A をかけるから、ここに A が来るって感じ。そして定数項、マイナスアルファベータガンマ。A がかかって、マイナス A アルファベータガンマ。ということになってきます。さあ、イコールゼロですね。さて、これ、丸1がこのようになるんだっていうお話でしょ。なので、係数比較しましょうよ。 はい、これと、丸1は一致するんですからね。つまり、B の係数、これが、これになるということ。そして、C。X の係数が、これになるということ。そして、定数項、D。はい、これが、これになるということになるわけですね。丸1は、このようにできたということですからね。ちょっと真ん中の行を抜いちゃいます。このあたりですね。はい、失礼します。 はい、結構抜いちゃいましたね。さあ、それでは参りましょう。さあ、これが丸1と一致するのでということです。はい、これが丸1と一致するので参りましょう。この B の部分が、はい、B の部分がマイナス A 倍のアルファプラスベータプラスガンマ。はい。そして C が、C が A 倍のカッコアルファベータ出すベータガンマプラスガンマ はい。そして D の部分ですね。はい。D の部分が、はい。D の部分は波線部分ですからね。はい。この波線、マイナス A、アルファベータカンマとなります。さあ、だいぶいい感じになってるの分かりますかこれってさっきの基本対称式になってますよ。チラッと確認しようか。ほら、ほら、ほら、この形になってるよね。じゃあ、まとめ直そう。 はい、こちらです。もちろん A というのは三次方程式ですから、これは0になるわけがないんですね。これが0になったら三次の項がなくなっちゃうから三次方程式はなくなります。なんで A で割ってもいいですね。これ両辺 A で割りましょう。あ、マイナス A で割ろうかな、これは。α たす β たすガンマはマイナス A 分の B。次。これも両辺 A で割ろう。 アルファベータたすベータガンマプラスガンマアルファは A 分の C。では、こちら、両辺をマイナス A で割ろう。アルファベータガンマはマイナス A 分の B。はい。これが、解アルファベータガンマと係数 ABCD の関係。解と係数の関係です。まとめます。はい、書くよ。こちら、マイナス A 分の B。A 分の C。 マイナス A 分の D 今のやつだね。はい。これなんか、なあれ、似てない二次方程式の時。二次方程式の時って、アルファ、ベータを解凍した時に、アルファ、プラス、ベータ、マイナス A 分の B。アルファ、ベータ、A 分の C だったよね、二次方程式の時ね、ほら、なんか似てるよね。マイナス、プラス、マイナスになる順番なんていうのも、なんとなく形でね、覚えておくと、まあ、覚えやすい。忘れにくい。ということになります。 はい。これが解と係数の関係、三次方程式バージョンとなります。これを使って一問だけ問題を解いてみましょう。はい。この問題ですね。方程式、これこれ、もう明らかに三次方程式だよね。これの三つの解を α、β、γ とするとき、次の値を求めよということで、これと、ちょっと恐ろしい、三次方だね。はい。これがあるんだけど、どれもどちらも対称式だよね。 アルファとベータとガンマの対称式です。どの二つを入れ替えても元の式と変わりません。だから基本対称式の値を先に調べて求めよう。基本対称式の値はこれら。解と係数の関係で出てくるんだったね。では行こう。解と係数の関係によりアルファプラスベータプラスガンマと アルファベータ足すベータガンマプラスガンマアルファとアルファベータガンマの値を求めます。はい、アルファプラスベータプラスガンマはマイナス A 分の B、マイナス三次の係数分の二次の係数、マイナス A 分の、おお、B ない。X 次上の係数ない。つまりここの係数ゼロだ。だからこれはゼロですね。はい、次。アルファベータ足すベータガンマプラスガンマアルファは A 分の C、つまり3次の係数分の1次の係数だから、1分の2、これ2だね。はい、そして最後、アルファベータンガンマーは、マイナス A 分の B、つまりマイナス3次の係数分の定数項、マイナス1分のマイナス3、マイナス1分のマイナス3だから、これ3だね。はい、これ3つまとめてマルシュしましょうか。はい、この時に、カッコ1番参ります。カッコ1番は、 はい。というか、もう、カッ一番になってるんだけど、はい、こちらです。えっ、ー、と、よしきイコールにしちゃいましょう。はい、これ、このままだとわかりにくいから、全部一貫一回展開しましょう。はい、こうしますね。はい、こちら、アルファ辞用引く二アルファベータ足すベータ辞用。こちら、ベータ辞用引く二ベータガンマ足すガンマ辞用。 こちら、ガンマ字を引く2、ガンマ、2アルファガンマ足、たすアルファ字まあ、順番どっちもいいけどね。はい、となります。ということはです。はい、こちら。全部2倍になってるかな。はい、つまり。こんな感じアルファ字上が2個あって、ベータ字上も2個あって、ガンマ字上も2個あって。で、ガンマ、アルファとか、ベータ、ガンマとか、アルファ、ベータも全部2個あるよね。はい。 で、あ、ここまで来ると、この丸一がここには使えそうだね、ここをまとめれば。だけど、ここが使うの大変そうだ。ちょっと移動します。はい、こうでこで、後ろをまとめておきました。はい。で、ここですね。アルファ二乗たすベータ二乗たすガンマ二乗のここなんですけど、はい。こんな展開公式がありましたね。アルファたすベータたすガンマの二乗が、ドアーッとこれになるってやつです。これ使うと、これイコールに直した場合、 これイコールに直した場合は、アルファプラスベータタガンマの事乗から、これを引いたもの、つまりこれ全部2でくくってあげれば、これ、ということになります。つまり、この部分、アルファジ乗タすベータジオタガンマ事乗は、このように変形できるなってことを使います。そうすると、はい、こちら、アルファプラスベータプラスガンマの、事乗マイナス、これの2倍ですけど、ほら、後ろにこれついてますよね、これ。 ってことは、これ1個とこれ2個。つまり合計3個。3倍のアルファベータ足すベータガンマプラスガンマアルファになる。はい。こういう風うになるわけですね。さあ、そしたら、この値分かってませんでしたっけはい。これら、解と係数の関係によって、アルファプラスベータプラスガンマと、これ、分かったねはい、こちら。丸1よりこれ、0と2でした。 0と2でしたので、はい、こちら2倍の0次乗引く3る2はい、丸1よりはい、ということで、こちら計算すると、マイナス12ということになります。以上、括弧一。1。では、括弧の2番いこう。はい、括弧の2番これだったね。アルファ3乗足すベータ3乗足すガンマ3乗だったんだけど、 はい。またしても、解と係数の関係、これ使うことになるよね。というか、カッコ1で調べた、この丸一使えるでしょだって、この3つのアルファ、ベータ、ガンマについて、これらを求めなさいなんだから、最初に調べた、これを活用しましょう。さあ、で、3乗足す3乗足す3乗、これちょっと難しいですよね。はい。そこでちょっと思い出してほしいものがあります。何かというと、これ、 高校数学で一番難しい因数分解公式になります。A3 乗足す B3 乗足す C3 乗引く 3ABC は A 足す B 足す c かける a 1乗足す b 乗足す C 乗引く AB 引く BC 引く CA になる。というもの。今、あの、証明は割愛しますよ。因数分解のところを見てください。なんですが、これを使ってあげる。つまりですね、このマイナス 3ABC を右の辺に移行してあげる。そうすると A3 乗足す B3 乗足す C3 乗は 3ABC 足すこれになる。 というふうに持っていきます。だからこの A, B, C にアルファ、ベータ、ガンマ入れてあげればよくないということです。ちょっとやってみましょう。はい、こちらです。ね、入りました。ちゃんとギュッと詰めましたよ。はい、参りましょう。これ A3 乗足す B3 乗足す C3 乗はこれこっち持ってきて 3A, B, C 足すこれだよね。 これも3乗足す3乗足す3乗は3アルファベータガンマこれみたいなね。プラスこれをアルファベータガンマに変えたものになります。はい。そうするとこれなんとですね、これご覧ください。よかったね。2次の項ないから0になっちゃったよみたいな感じだったんだけども、ここの部分0です。0ということは、ほら、0に何かけても0だから後ろがなくなっちゃうということですね。で、アルファベータガンマ3でしょ。はい。イコール3なんで。 1> 丸一を使ってあげれば 3×3 足す0で9ですね。はい、丸1。こんな風になります。さあ、大変そうだったけど、意外と簡単。というか、このきっかけにね、思い出して欲しかったんです。ということで、三次方程式の解答係数の関係の活用でした。はい、しっかり復習して頑張って。できることを確実に。どうだったかな理解ちゃんとできたかな理解ができたら、 自分の力でも解けるようにアウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元が繋がってますから、いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それでは、お疲れ様。